みんな元気ですか？コッヒーです。久しぶりのレディオショー、皆さんお元気でお過ごしのことと思います。2017年1月には皆さんと台湾ツアーに行きました。コッヒーズのメンバーの方々、本当にホットでファンキーでしたね。参加いただき誠にありがとうございました。さて今日はですね、私のお友達が住んでいる国、タイのバンコクに行ってきたお話をさせてください。タイバンコクは初めてなんですけれども、飛行機に降り立ってすぐ私はですね、電車に乗って一番高いビルホテルに俯瞰で空から見たいという感情を持ち、このホテルを選びました。ここはですね、レストランなんですけれども、高所恐怖症というのが分かりましてね、ちょっとビビリが入ってますけれども、街並みはこんな感じです。なかなかちょっと朝もやの時期だったので、スマホ踊りがうまくいかずに、絵づらくてごめんなさいね。それから私はすぐ買い出しに行きました。その時期はですね、水かけ祭りという新年のお祝いを街中やってまして、大きなこうガンタイプの水鉄砲っていうんでしょうかね、それをみんな構えてるんですよね。なので私はですね、屋台沿いに、商品には水をかけてはいけないから、屋台沿いにこう避難するように買い出しに行きました。そして、いつも私現地で買うものといえば、屋台で売っている、洋服ですね、ファッション、なんかこれいいなと思うとすぐ、割と安価なものなので買いやすいですよね。それでこれがトゥクトゥクというタクシーのちょっとこう簡易版っていうんでしょうか、荷台を乗せたバイクっていうのかな、このトゥクトゥクに、乗ったりもしました。このトゥクトゥクは多分なんかもうそろそろ、廃止されるような話を伺ってますけれど、さあ夜景です。一番ですね、夜景が見えるスポットということでこちらに連れてきていただいたんですけれども、なんか映画のロケにもなっていて、バンコクの夜景、街を一望できる場所にあります。ただしものすごくこう下が見えるんですよね。高所恐怖症の私としてはちょっと怖かったです。ここはタイの寺院ですね。寺院がね結構多くありまして、見に行きたかったんですけれども、すごくこう町のですね、駐車場っていうんでしょうね、そういうのが結構少なかったななんて印象があって、外からこう車で眺めたりとかしてました。さてさて、この間突然恵比寿ガーデンプレイスに行って打ち合わせがあったんですが、私がすごい好きな写真がミュージアムにあったので思わず撮っていただいたんですけれどね、この写真ってニューヨークから帰ってきた時ずっと部屋にあったニューヨークで買ったポスターのその写真が壁面になってて、あとブラック&ホワイトの撮影でお世話になったカメラマンの方とかね、たくさん飾ってあるので、おすすめのスポットでもありますね。いや懐かしいなと思ってちょっと撮っていただきました。自分で撮影をしていると自分の自撮りを忘れているというそのシチュエーションがありますね。ご質問あれば受け付けてますからね、どんどん書き込みお願いします。コッヒーでした。